の理由は、目の前の方、困っている方を助けられると同時に、困る原因の部分にアクセスして、紛争の事前予防っていうところに貢献できる仕事っていうところで魅力を感じました。そうですね、やっぱりメリハリをつけて勉強ができるっていうところで、まず最初に法律の知識がゼロの状態で基本書を読もうとすると、どこに重点を置いて読めばいいかわからないんですけど、伊藤塾ってメリハリをつけてテキストが構成されているので、マークアウトが引かれている部分を特に読み込めば全体の整理もしながら読めるっていうところで、とても良かったです。そうですね、学習のスタート時期についてはやはり早ければ早いほどいいというふうに思っているので、できれば1回生のうちから入って、伊藤塾を受けながら授業に臨むというのがいいかなと私は思います。伊藤塾で特に強調されている、重要な論点は定期試験などでも出題可能性がかなり高いので、伊藤塾でしっかり勉強することは大学の成績を伸ばすことにもつながりますし、大学の先生が特に伝えたい講義内容についてより深く理解するのに役立つと思うので、そういった点でもおすすめです。私はサークルに加えて法学部の学生委員会にも入っておりまして、あとバイトも一つ二つ掛け持ちしながらだったので、ほとんど勉強の時間が取れませんでした。で、その空いた時間、空きコマとか放課後とか、もう少しでも隙間時間があれば伊藤塾の講義を消化するっていうところを意識づけてやっておりました。サークルで法律討論サークルに入っておりまして、その活動の内容としても、法律について考える論点について調べて、それを答案に落としていくっていう活動をしていたので、それはそうですね、伊藤塾の勉強と並行してできて、学習効果が高かったと思います。そうですね、まずはテンポよく講義を消化することなんですけど、それと同時にそのマッピングをしながら今どこのレベルの解説がされているのか理解しながら消化するっていうのが大事かと思います。そうですね、まず予備試験ゼミで先生と直接お会いして、その雑談とかもして、こう仲を深めながら答案も見ていただけるっていうところで、気軽に聞ける環境が整ってるっていうふうに思いました。あとはそうですね、模試とかあと答練も活用させていただいたので、そうですね、自分の答案を見ていただけると、他の受講生とのレベルの差を感じながら日々勉強ができるっていうところが良かったです。特に違いはないように感じていて、予備試験対策をしていれば法科大学院入試の対策はもう万全っていうような感覚です。そうですね、予備試験ルートで行くとなかなか学習仲間を見つけるのに苦労される方が多いと聞くのですが、法科大学院ルートだと、もう大学に通って自習室にこもるだけで友人もできますし、自主ゼミも組みやすいっていうところで、学習環境が初めから整ってるっていうところが良かったです。必要な力は諦めないことだと思います。やっぱり勉強していく中でこんな状態で受かるのかっていうふうに不安に思うタイミングが必ず来ると思うんですけど、そういった時はその伊藤塾で出会った友達と連絡を取ったり、ゼミを組んで他の人の答案を見ることで自分のレベルをしっかり把握して、もうちょっと頑張らないといけないっていうふうに思うっていう、そういうきっかけにできればいいのじゃないかなと思います。私が放送を目指したきっかけっていうのは、社会的に弱い方の味方になりたいっていうところが大きかったので、まずその、通常の業務にプラスして社会的弱者救済のための弁護団活動に参加したり、あとはロビー活動に参加して一人一人が過ごしやすい社会を作るのに貢献していきたいと思います。そうですね、司法試験はやはり来年から在学受験も始まって、もう見た目の合格率っていうのがちょっと下がってくるような状況ではあると思うのですが、しっかり勉強していれば必ず合格の可能性がある試験だと思っているので、諦めずに頑張ってほしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。